皆様ごきげんよう、エナツガローチャンネルです。アートをもっと楽しく、今日も一枚の絵画をご紹介いたします。今日もですね、山本宗平絵画シリーズの中からレモンという、あ、レモンじゃないや、ひじり菓子という作品をご紹介いたします。ごめんなさい、あのレモンはですね、さだまさしさんの曲の名前ですね。そう、あのさだまさしさんのね、レモンの中でこのひじり菓子が登場するんですよね。舞台はお茶の水。あ、もともとですね、これあの梶井元次郎さんっていうね、あの方の小説で、あのレモンという小説があるんですけれども、その小説からですね、さださんが、舞台をですね、お茶の水に移して、まあね、こうお茶の水というとね、若いこうね、学生たちがいっぱいいる、こう学生たちの恋愛がね、もうたくさん生まれては、消えていった、そんな時代でございます。まあ、そんな時代っていうか今でもそうなんですけど、ね、この梶井文学をさださんが音楽でさらにね、また新しい解釈を生み、そして山本宗平がこの絵画としてまた新しい解釈を生んでいます。